畑とか田んぼとか農村の話まで店に行ってもこんなんじゃ伝わらないよって言われて、うん、あ、すいませんって落とし穴だよね、公務員してるの、うん、落とし穴、本当にみんな二次面接意外と。どうも、しゅんです。こんにちは。北陸農政局北陸の大島です。そんな挨拶があるんだね。そう、こんな挨拶があるの。今日はですね、農林水産省さんの YouTube チャンネルのコラボということで、はい、農林水産省の新卒2年目の社員さん一日密着という企画をやらせていただいてるんですけど、その中でちょっとインタビューをさせていただこうということで動画を撮らせていただいてます。はい、大島さんは金沢大学出身で、はい、金沢大学出身です。大学1年生の時にね、同じ学部で、うん、そう、今日はたまたまね、同級生とか関係なしに、うん、取材の申し込みを僕らの方からさせていただいて実現したという形で、そうそう、就活生であったりとか、うん、農林水産省のことを知ってはいるけど実際何してるのか分かんないっていう人に向けて、どういう仕事をしてるのかとか農林水産省で働く魅力をちょっとお聞きできたらなと思ってます。うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大島さんは今どういう業務内容をされてるんですか？はい、まず私の所属が農林水産省の中でも地方農政局って言って、はいはい、地方の出先機関、うん、のところの北陸地方の北陸農政局というところに所属していて、うん、でその中でも石川県担当、はい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 、石川県拠点というところで仕事をさせていただいてるんですけれども、うん、石川県の農家さんと結構お話しすることが多くて、うん、現場に寄り添った仕事をしてます。で、東京の、うん、霞ヶ関の農林水産省本省から農家さんの支援策とか、うん、まあ、施策ができましたっていうのを農家さんに直接お伝えするっていうのが私たちの仕事で、逆に農家さんが、いや僕たちはこういうことで困ってるんですよとか、今年はこういう不作があってっていう情報を逆に東京の農林水産省の本省にお伝えするっていった仕事をしてます。はい、やることは幅広い。そうだね、お米の話、野菜の話から、うん、あとは農地の話、畑とか田んぼとか農村の話まで幅が広い仕事をしてるから、うん、勉強するのはちょっと大変かなっていう。そもそもどういう理由でなりたいと思ったのかは聞きたいなと思ってました。農林水産省で働きたいと思った理由、うんうん、私がまず公務員になりたいなって思ったのが、うん、昔から正義感とか強いから、うん、国民のためにお仕事してるとか、まあ、地方公務員もそうだけど、うん、市民の人とか県民の皆様のために働くっていう、なんかすごく公平性とか、はいはいはい、そういうところがすごいかっこいいなと思って、うん、公務員になりたいって思ってまず大学の公務員講座を受けました。はいはい、でその中でもいろんな省庁もあるし地方公務員もあるし何になろうってなった時に、うん、祖父が昔からお米作りしてて、で私もそのお手伝いとかしてたから昔から結構農業に関わりもあったし、うん、こう説明会とか行った時に国民の皆様の食とか食の安全を守ってますっていう言葉がすごく刺さって、はいはい、結局食べることって生きることだから、うん、それが止まっちゃったら本当に生きていけないっていう、確かに、そうそう、それを守ってる仕事ってすごいかっこいいなっていうのがすごい自分の中で刺さって、うん、あ、農林水産省を目指そうって思って、そう、確かに。でも食べることも好きって言ってたもんね。めっちゃ好き。でも農水省で働いてから、うん、その美味しい農産物とか、うん、美味しい郷土料理とかすごい勉強になって、そう、自分で実際作ってみたりとか食べたりする機会はもう爆弾に増えて、うん、そう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 、食っていうことにもともと興味があったりとか、うん、ご家族がそういった農家をやってたっていう背景もあってっていう、そうそうそう、食べることが好きっていう理由で入ってきても全然いいと思う。入社前後のギャップ入る前こういう風に思ってたけど、うん、入ってから意外とこうだったなとか、ギャップってありますか？ありますあります。入る前は私こんな風わーみたいな、イエーイみたいな感じの性格だから、うん、国家公務員っていう響きがすごくなんか硬いし、ね、いや本当にそう、真面目な人ばっかなんじゃないみたいな、うん、自分浮いちゃうじゃんってなって、うん、すごく不安で、うん、でもその時にもすでに農水省の YouTube のバズマフっていうのが始まっている時期で、うん、高安九州っていうグループがあって、うんうん、そこのなんかお花の動画があって、うん、すごいシュールで面白いっていうのでバズって、今ちょうど96万回ぐらい再生されてるんだけど、それを動画に出会った時に、あ、なんか農水省の職員でこんな面白いふざけたことをできるんだってすごく気づきになって、そんな、 なんかふざけたことも許してくれて面白いことができる機関って思ったらすごく希望が持てて、で入省した後も私 YouTube やりたいんですみたいな感じでガンガン自分がやりたいことを言ってたら、周りの人もすごく優しくて、怖いとか硬いってイメージが
ったけど、あ、全然いいと思うよみたいな、大島さんがやりたいことやりなよみたいな、頭の柔らかい優しい人ばっかりで、うん、若者をこう応援してくれるような人が多くて、そこはすごくギャップを感じたかな。あ、そうなんだね、うん、若者の意見を潰しちゃダメだみたいな、そういう雰囲気とか感じられるから、すごくいい期間だなと思って。確かにさっきの直属の上司の梅原さんも言ってたけど、30年でもうだいぶ変わったって言ってたね、言ってた。日本も捨てたもんじゃないね、いや本当に日本の未来明るくないな。ちなみにその農林水産省で働く魅力ってどういうところにあると思いますか、うん、今の話もそうだと思うんだけど、うんうん、美味しい国産農林水産物の魅力を知るっていう、勉強になるっていうこともすごくメリットになるし、うん、逆に農家さんにこういう支援策ありますよ、農水省こういうことしてますよって説明すると、うん、こうやって国の職員が足を運んでくれるなんて思ってなかったからすごく嬉しいみたいな感じで、感謝されたりするとすごく嬉しいし、うん、あとバズモフに限って言うとコメントとかで、うん、例えばお米の動画を出しました、日本酒の動画を出しましたってなると、日常の中でもなんか日本酒ちょっと飲んでみようかなとか、お米炊いて食べてみようと思いましたみたいな感じで言ってもらえると嬉しいなって、そこがすごく農水省の魅力でもあるし、やりがいでもあるかなっていう。確かに食っていうのを切り口に関わってる人を幸せにできた瞬間が嬉しいっていう、すごいイメージなんだけど、残業とかなさそうだし、子育てとかでもしやすそうみたいな、はよく公務員になりたい人から聞いたりするんだけど、実際そういうところはどうなんですか。実際は残業とかは忙しい時期はやっぱりちょくちょく、まあすることはあるけど、基本はそんなに毎日ずっと残業とかもないし、ストレスはなく働けてるかなっていう感じかな。あとは子育てとかも国のやっぱり機関だと進んで、女性の雇用とか男性の育休を取りましょうねみたいな動きがすごいから、北陸農政局の中でも男性で今育休取ってる人とかいるし、すごく子育てもしやすい期間だなっていうふうに思う。確かにね、入りたいっていう人増えるの分かるね。分かる。逆に大変なこととか、1年半ぐらい働いて辛かったなっていう経験とかってありますか。自分が農業の学部じゃなかったから、国の地方の出先機関として外に出ることが多いと、農家さんから見るとみんな同じ国の職員っていう国になるから、その自分が喋れないといけないっていうプレッシャーもちょっとあるから、農家さんにこういうことをお伝えできたらいいなって思うことは、やっぱりちゃんとお伝えできるように練習したりとか、勉強したり、業者の人に結構聞いたりする。去年は1年目の時に北陸農政局長、ここの建物の一番偉い人がいて、会社でいう本当社長みたいな感じなんだけど、その人に講演資料を作ってくれって言われた時は、結構膨大だし、ゼロから1を生み出す仕事ってすごくプレッシャーを感じるし、ちょっと苦手意識があったから、まずレイアウトどうしよう、これってこれで合ってるのかなって、まず農学系じゃないからこれが合ってるかわからないってなって、そこはすごく時間もかかっちゃったし、残業とかもしちゃったし、店に行ってもこんなんじゃ伝わらないよって言われて、あ、すいませんとか言って、ごめんなさいとか言って、でもそれだけ真剣に取り組んでるってことだから、すごくいいね、お叱りをいただいたのはありがたいことだけど、ちょっとへこんだ。でも最終的にはできたんだ。できたらすごく褒めてくれて、いいのできたじゃんみたいな。1年目だからこんなすごい資料作ったんだよっていろんな機関に配ってくれて、それがすごく嬉しくて、これな、1年目の大島ってやつが作ってくれたんですけどみたいな、すごく頑張ってくれてみたいな。資料のクオリティとしても入念な打ち合わせをしたからすごくよくできてて、1年経った今もそれをリバイスして、そう、今使ってたりするの。それはめちゃくちゃいい経験だね。めちゃくちゃいい経験させてもらった。あと、金沢っていう土地もそうかもしれないけど、義理人情熱いよね。熱い。人との付き合いを大事にするみたいなところはすごくある。そこも地方の魅力なのかも。確かにすごくアットホームな雰囲気もあるからさ。いや、すごいっすよ。もう、ちょっと密着企画も見てほしいんですけども、もし3年前とか4年前に戻ったとして、公務員になるにあたってここ気をつけた方がいいなっていうポイントがあったら、ちょっと教えていただきたいなと思ってます。反省点はもうちょっと勉強しておけばよかったなっていうことは。で、それは受かったのに、なんで受かったけど、走りすぎて後半はガス切れみたいな感じで、もうパンクしそうみたいな感じで息絶え絶えやってたから、
もうちょっと頑張れたかなって思ってるけど、良、うん、かったなっていう点ではガス切れしてた時にもう二次試験のこととか頭の中であったから、うん、その時に民間のこの話は聞いて、うん、あ、面接とかこういう風にやればいいんだみたいな、はいはいはい、後々楽になった。だから面接の時とか、ね、だから勉強ばっかりでバーってやってた人って一次試験から二次試験までの期間ってすごく短いから、うん、そこに結構詰め込んで結局自己分析とか間に合わないみたいな人が結構いたから、それで結局一次試験で受かったのに面接ダメだったとか全然いるの、うん、あ、全然いるんだ。全然いるの。じゃあ勉強だけできてもダメなんだ、うん、そうそう、だから自己分析とか早めにしといた方が良かったって自分では思ってる、うん、早めって何年の何月ぐらい？3年の夏からやってた私は。だから私は面接は全部受かってるって。面接無双しそう。無双してた、うん、多分、うん、ちょっとそれ自慢感じいいもん。もともともあるし訓練もちゃんとしてたってことですね。もともとは本当にダメダメで変なとこ突っ込まれると無理に喋ろうと思って、うん、なんかずら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 長く喋っちゃって、はいはいはい、結局何言いたいのっていうので結構ね面接の練習してくれた人とかはすごくダメ出しされてて、うん、はい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 、でもね早めにそれが気づけたから良、うん、かったなって思ってる。そうだ ね、 ね、じゃあポイントとしては勉強だけじゃなくて面接とか自己分析も早めからやった方がいいってことですね。早めに対策したらすごく後々楽。そうだね、結果にもつながってくるし。意外と落とし穴だよね公務員試験の、うん、落とし穴本当にみんな二次面接を意外と優先順位低くするの、うんうん、せっかく勉強頑張ったのに後々ダメになっちゃうのすごくもったいないから。なかなか公務員志望で、うん、かつ受かった人の話も聞ける機会があんまりないから、うん、すごく勉強になりました今日。あ、こちらこそ。ありがとうございます。あのお互い頑張りましょう。これからあの YouTuber として、うん、切磋琢磨してということで大島さんが出ているバズマフチャンネル下の概要欄にあるのでよかったら動画見てみてください。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。